110。謎110。マッチ棒でできた4つの立方体があります。うん、マッチ棒を1本だけ動かして、4つの立方体を3つにしてください。うん、はい。立方体を3つ。はい。どっか抜かなかった。1本だけ動かして、ありよりのあり。4つの立方体を。うん。じゃあ、わしちょっとこれ書くわ。3つにすればいいですね。これ今4つですかこれ立方体。1、2、3、4。あれなんか4つですかこれ。あ、4つですね。うん、はい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 。まあ、それで3つにしろと。そうやね。うん、いや、ちょっと待って。ほら。1本はい、一本だけです。そもそもこれが私も4つの立方体にも見えないと思うからしたらおかしいですけど。こうじゃない。だから後ろのやつが見えてないですよね、今だから。全く前から見えない。ああ、わかったわかったわかった。わかったわかった。ま、前から見たとこ。それ大ヒントや、君。前から見たとこだけの図しか書いてないですよね、これだと。そうそうそう。だから、点々のとこがないってことですよ。つまりはその、透けて見えてる隙間が全く見えてない。そうそうそう。それを作るだけ。まあ、それを作るだけなんやろうけど。おい。え？あ。え？ちょっと待って。これですか？これですか？そやな。え、動かへんやん、これ。どうやって動くの？どうやって動かせるの？あ、回せる回せる。そう。それしたかったよ。ああ。それそういうことや。やりたかった。じゃあ、回さして。どうやって回るの？そこで回したいじゃん。回して動かせる。やめて、やめて。垂直にしてから。やめて、やめて。行って行って、そのまま。そのままにして。もうちょい。それいいよこれですかね。そうや、それで3つや。あのさ、うん、これほんま？いや、合ってるやん。先生、これでどうですか？解けましたよ。ももかつくなんか知らんけど。なんでやん今自分で言うたよ。マッチ棒でできた立方体うまく立体。いや、なんかこれだって、おかしいやん。まあ、こう色つけたらわかるわ。うん、違うね。あのな。うん。いや、なんかもう歯立つなんかしないから、この問題。いきなり110とか出てくる。まだいけますよ。もういいわ。疲れてきた。もう、いつも言って、もう、早押して。モンハンライズに戻ります。